はい、速稼塾の久保です。このメタボ47シリーズもですね、今日で2週間、たった今プランク2分間チャレンジを終えて2週間を走り抜けたなって感じですよね。まあ2分10秒とか2分20秒ぐらいのまあレベルでプランクしても、まあ、やっていけるようになりましたね。まあきついんですけど、汗出ますけども、まあ2分オーバーはもう当たり前のようにできるようになりました。考えてみたら、一番最初にやった時って1分60秒でやったんですよね。で、次の日に70秒、次の日に80秒って感じで、だんだん伸ばしていこうとしたんですけども、もう1週間目のね、半ばにはもう2分間ができるようになって、それ以来ずっと2分ですね。まあ私もね、身体能力、戻ってきた部分もあるなと思うのと同時に、体重ですよね。体重がね、今朝測ったら 83.9 キロだったんですよ。いやー、やったなと思いましたね。食事もだいぶ、軽くなってきて、で、今日ね、そうめんをお昼いただいたんですけど、2玉が食べられなくって、1玉分しか食べられなかったんですよね。うん、そういう意味でも、まあ、胃の大きさもだいぶ縮んできたかなと思います。でも、まあ、体力とか気力とかね、みなぎっていて、もう言うことないかなっていうところですね。うん。明日からは3週間目に向かってのチャレンジになりますけども、今、プロテインをね、少しずつ取りながら、そっちの方もレビューしながら、まあ、このガチンコマッチョクラブのメタボ47シリーズ3週間完成に向けて進んでいこうかと思います。皆さんこれからもよろしくお願いします。それではですね、またミスター M さんからの動画の方も送られてくると思いますので、そちらの方で一緒に楽しんでいきましょう。では失礼します。